の日本航空123便の機影がレーダーから消えたということであります。とっても新鮮に思います。高見塚でございます。なるほどね、はい、その年代によって受け取り方が全然違うわけです。ね、もうスタジオは今からもうワクワクドキドキの雰囲気でいっぱいでございますけど、はい、まずですね、ラチアのスターの皆さんに聞きたいんですけど、アメリカンポップスと聞いて一番最初に思い出す方はどなたですか？ザ・ピーナッツです。これから始めるのはみんなもよーく知っている一休さんのお話ですよ。みんな知ってるかな？それでは一休さんの始まり始まり。一休さんは小さい時からとっても頭がよくって、とってもトンチ遊びが得意だったんですよ。番組の途中ですがニュース速報をお伝えします。日本航空の羽田発大阪行きのジャンボ機が今夜消息を絶ち、墜落した可能性が強まっております。日本航空に入った連絡によりますと、この飛行機は今日夕方6時過ぎに羽田を発った乗員乗客合わせて494人乗りの123便、ボーイング747型機です。長野県警に入った情報によりますと、長野県南佐久郡薄田町の警察署に一般の人から、今夜7時5分ごろ群馬県との境に飛行機が落ちた、何かセスナ機より大きいような飛行機で旋回して落ち黒煙が上がったということです。またこの日航機は右側のドアが故障したため緊急降下するという連絡をした後消息を絶ったという情報も入っております。日本航空の羽田発大阪行きのジャンボ機が今夜消息を絶ち墜落した可能性が強まっております。日本航空に入った連絡によりますと、この飛行機は今日夕方6時過ぎに羽田を発った乗員乗客合わせて494人乗りの123便、ボーイング747型機です。長野県警に入った情報によりますと、長野県南佐久郡薄田町の警察署に一般の人から、今夜7時5分ごろ群馬県との境に飛行機が落ちた、何かセスナ機より大きいような飛行機で旋回して落ち黒煙が上がったということです。またこの日航機は右側のドアが故障したため緊急降下するという連絡をした後消息を絶ったという情報も入っております。この事故に関しては情報が入り次第お伝えします。ロシアの収容所に向かって果てしなく続くこの行列の中にクルト・ロイバーもいた。そしてロイバーは収容所について間もなく死んだ。家族との最後の写真、一番上の長女は10歳、末の娘は3歳だった。第二次大戦でドイツは700万の人命を失ったと言われる。この村から出征した兵もその半数が帰らなかった。クルト・ロイバーの3人の子供たちは皆死んだ父をはるかに超える年齢になった。ここには戦後間もなく亡くなった母マルタの墓がある。
母の遺言に従って墓石には父の名前も刻み込まれている。長女のハルトムートの仕事は開業医、長男と次女はどちらも小学校の教師である。クルトロイバーの遺品は末娘ウテの家に保管されていた。出生から捕虜になるまで3年の間に、途中ですがここでニュースをお伝えいたします。乗客らおよそ500人が乗りました東京発大阪行きの日本航空機がレーダーから姿を消しまして安否が気遣われております。運輸省に入った連絡によりますと今日午後6時羽田を発ちまして大阪に向かっておりました日本航空123便のジャンボジェット機が飛び立って31分後の午後6時31分ごろ航空管制官に緊急事態が起きたと連絡してまいりました。続いて10分後の午後6時41分123便から右最後部のドアに異常があり緊急に降下するという連絡を最後に消息を絶っております。羽田空港のレーダーによりますと羽田の北西およそ100キロの上空で機影が消えたということであります。また自衛隊から羽田の空港事務所に入った連絡によりますと横田基地から北北東の305度およそ60キロの地点で自衛隊機のパイロットが火災を起こしている日本航空機を目撃したという情報もあります。で警察庁に入った情報によりますと消息を絶ちました日本航空132便こちらは132便となっておりますがジャンボ機は長野県佐久地方から小諸方面にまた運輸省によりますと長野県と群馬県の県境でレーダーから消えたという情報があります。それではここで特報部から宮崎記者に伝えてもらいます。宮崎さん、はい、お伝えします。今日午後7時前ですが、乗客乗員らおよそ500人が乗りました東京発大阪行きの日本航空123便のジャンボジェット機がレーダーから姿を消しました。運輸省に入った連絡によりますと今日午後6時羽田を立って大阪に向かいました日本航空123便のジャンボジェット機が飛び立って30分後の午後6時31分航空管制官に緊急事態が起きたと連絡してきました。続いて10分後の午後6時41分123便から右最後部のドアに異常があって緊急に降下するという内容の連絡を最後にしまして消息を絶ちました。羽田空港のレーダー観測によりますと羽田の北西およそ100キロの上空で機影が消えたということです。また自衛隊から羽田空港事務所に入った連絡によりますと横田基地から北北東の305度およそ60キロの地点で自衛隊機のパイロットが火災を起こしている日本航空機を目撃したという情報も入っています。また日本航空旅客課の話によりますとこの飛行機は羽田発大阪行きのジャンボジェット機で乗客497人が乗りまして帝国の4分遅れ午後6時4分に羽田を出発したということです。また運輸省に日本航空から入った連絡によりますと問題の日本航空機は18時39分午後6時39分にメインデッキのドアが故障したため羽田に引き返したいと連絡してきたということです。その後管制塔から午後6時54分に横田基地に緊急着陸できると連絡したところ応答がありませんでした。そして間もなくレーダーから機影が消えたということです。また警察署に入った情報では行方不明となりました日本航空のジャンボ機は
自衛隊によりますと、一つは長野県佐久市に、また運輸省によりますと、長野県と群馬県の県境でレーダーから消えたということです。一方、今夜7時過ぎ、横浜の第三管区海上保安本部に米軍の横田基地から入った連絡によりますと、日航の123便大阪行きが長野県の佐久市付近で炎上しているという情報が入っています。場所は羽田の北東34マイルおよそ55キロ付近と見られています。また午後7時19分に入間市にあります航空自衛隊の救難センターに入った連絡によりますと、アメリカ軍の C-130 輸送機のパイロットが埼玉県秩父市の西北西およそ30キロの上空で航空機らしいものが炎上しているのを目撃したという情報が入っていまして、航空自衛隊ではアメリカ軍などを通じて確認を急いでおります。繰り返します。今日午後7時前、乗客497人が乗りました羽田発大阪行きの日本航空123便のジャンボジェット機が、この放送は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、日清食品、江崎グリコ、コカ・コーラボトラーズ、東芝の提供でお送りします。こんばんは、坂井正樹でございます。坂井君、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今週も暑い中ね、修学旅行の皆さんが来てくださいましたのでご紹介したいと思います。岡山県から紅葉大高校玉島学園32名の皆さんです。どうも楽しんでいただきたいと思います。ここで皆様ね、ちょっと緊急ニュースがございますのでね、はい、ちょっとニューススタジオの方を呼んでみたいと思います。お願いします。お願いします。酒井さん、乗員乗客524人を乗せました羽田発大阪行きの日航ジャンボ機が今夜7時前に消息を絶ちました。日航本社によりますと、消息を絶ったのは羽田発大阪行きの123便のボーイング747型機で、今夜7時過ぎ、機体の右側ドアに異常が起こり、緊急降下するという連絡を最後に消息を絶ったということです。消息を絶った地点は明らかではありませんが、アメリカ軍から運輸省に入った情報によりますと、東京の横田基地から北北西に34マイル、およそ60キロ付近の群馬県富岡市付近で炎上する物体を目撃したということで、現在確認を急いでいるということです。また長野県警臼田署に入った連絡によりますと、午後6時55分ごろ、群馬県と長野県の県境の山中に黒煙を上げた飛行物体が墜落したのを住民が目撃したという情報もありまして、現在確認中だということです。今のところまだこれしか情報が入っていません。はい、ということでございます。はい、また新しい情報ありましたらよろしくお願いしたいと思います。そうですね。さあ、それでは順位の発表、早速参りましょう。はい、今週第10位の発表です。はい、シーラージュ石川祐也選手の第10位、今週の第10位はシャイニーよ君が悲しい、ルックの皆さん、今週の第10位スイートピー。ありがとう、おめでとうございます。今日は4人乗りですね。はい、3人用のエレベーターなんですけどね、はい、ちょっと補強しまして4人乗りいたしました。さて、新しいニュース入りましたでしょうか。はい、ちょっと聞いてみましょう。小林さん。はいはい。乗員乗客524人を乗せて消息を絶っておりました日航のジャンボ機ですが、長野県警察本部は今夜、長野県南佐久郡の北愛木村に墜落したことを確認いたしました。長野県警察本部は今夜、長野県南佐久郡の北愛木村に墜落したことを確認いたしました。で、このジャンボ機には乗員15人と子供さん12人を含む乗客509人が乗っておりますが、乗客の安否についてもまだ機体の確認についても新しい情報は入っていません。今のところ酒井さん、こういった情報です。はい、どうも小林さん、ありがとうございました。さあ、ちょっとね、いろいろ心配でございますけども、ね、こちらの発表を続けてまいりたいと思います。はい、今週第5位の発表です。はい、あなたをもっと知りたくて、薬師丸ひろこちゃん選手の第5位、今週の第5位はマジョ小泉京子ちゃん、今週の第5位、データ圏外から一気に撮っている、果たしました。どうも、はい、こんばんは。
こいいでしょ、今日はね、またすごくまた大人も、今ちょっとね、ニュースでね、話があったんですけど、我々もよく飛行機に乗る機会があるんで、すごく心配なニュースですよね。そうですね、私も今日、札幌から朝帰ってきた。あ、飛行機で、そうですか、そういうことがありますからね、本当に大変だと思いますけれども、ニュースの絵もう一個行くんですか。はい、ということでございまして、小林さんお願いします。お願いします。小林さん、7時過ぎから消息を絶っておりました。乗員乗客524人が乗りました羽田発大阪行きの日本航空123便のジャンボ機ですが、長野県内に墜落したことが先ほど確認されました。長野県警によりますと、日航ジャンボ機が墜落したのは長野県南佐久郡相木村で、機体は現在炎上しているということです。で、日本航空では雷に打たれたのか雷雲を避けようとして不測の事態を招いた可能性もあると話しておりますが、この日航のジャンボ機には乗員15人と子どもさん12人を含む乗客509人の合わせて524人が乗っており、その安否などについては現在長野県警などで確認を急いでいるところです。酒井さん、新しい情報はこれだけです。はい、どうもありがとうございました。この後も日本テレビはいろいろとニュース続けていきますので、どうぞご覧くださいませ。ということで、さて今週はですね、デビュー曲、これはベストセラー様、これは今週第28位に上がってきております。チューブの皆さんに話題曲コーナーでお出いただきました。こんばんは。それでは、どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ニュースデスク小林さん。はい、消息を絶っておりました日航ジャンボ機、長野県南佐久郡相木村と川上村の間のブドウ峠付近に墜落したことが確認されました。羽田空港当局の発表によりますと、この日航機の機長は高浜雅美さん49歳で、午後6時39分に日航機から最後部のドアが破損し気圧が下がっているという連絡が入りました。そして午後6時54分にアメリカ軍横田基地に受け入れ体制が整ったと連絡をしたが、返信がなかったということです。日航機ジャンボ機墜落事故で入った新しい情報でした。小林さん、ありがとうございました。さて、このトップ10では皆さんリクエストのおはがきお待ちしております。どんどんお送りいただきたいと思います。おはがきを送ってくださった方の中から今週は30名の皆様に、顔よりピュアシャンプーサラットタイプとしっとりタイプのシャンプーとリンス、こちらをセットで差し上げます。それでは会場の酒井さん、ゆくちゃん、お願いします。はい、はい、新しいお別れのご挨拶でございますけどね、まずは大阪のゆくちゃん。岡田由紀子さんは一足先に次の仕事場に向かわれました。はい、ありがとうございました。佐賀のあきらちゃん。はい、中森明菜さんは明日のコンサート会場北九州の小倉の方へすでに移動されました。はい、どうもありがとうございました。いつもお手伝いの皆さん、はい、これからの予定は、はいはい、やっぱり日光のことについて考えます。はい、どうもということでございました。そういうことでございまして、今日は八嶋洋子からね、はい、渋谷の方の人たちをどうもありがとうございました。チューブの皆さんもぜひ撮ってみてください。それでは皆さん、来週までさよなら。さよなら。ユニバーサル証券がお送りします。今夜7時前から消息を絶っていた乗員乗客524人を乗せた羽田発大阪行きの日航123便のジャンボ機は長野県内に墜落したことが先ほど確認されました。長野県警によりますと、日航ジャンボ機が墜落したのは長野県南佐久郡相木村と川上村の間のブドウ峠付近で、臼田署のパトロールカーが黒煙を確認しています。日本航空によりますと、このジャンボ機には乗員15人と子ども12人を含む乗客509人の合わせて524人が乗っていましたが、安否などについては現在長野県警などで確認を急いでいます。また日本航空の話によりますと、日航機は午後6時12分定刻より12分遅れて羽田空港を離陸しました。その後、所沢の東京航空管制部に対し引き返したいと羽田への着陸願いを出していましたが、右側最後部のドアが故障したため緊急降下すると緊急連絡した後レーダーから消えたということです。この日の中部地方の上空は悪天候で雷雲がかなり発生しており、日航では雷に打たれたのか雷雲を避けようとして不測の事態を招いた可能性もあると話しております。消息を絶っていた日本航空ジャンボ機は長野県の山中に墜落していることが確認されました。日本航空の羽田発大阪行きのジャンボ機が今夜長野県南佐久郡北相木村に墜落しました。このジャンボ機は乗客509人、乗員15人の合わせて524人が乗っており、今日午後6時に羽田を出発して大阪へ向かいました。しかし午後6時39分ジャンボ機から最後方部の客室ドアが破損したという連絡があり、
その後客室の気圧が下がっているため緊急降下すると連絡が入りましたが、受け入れ体制を敷いていた東京のアメリカ軍横田基地との連絡は午後6時54分途絶えました。そして先ほど長野県警がジャンボ機が群馬県境に近い長野県の南佐久郡北愛木村三国山の通称ブドウ峠近くで墜落しているのを確認しました。繰り返します。日本航空の羽田発大阪行きのジャンボ機が今夜長野県南佐久郡北愛木村に墜落しました。このジャンボ機は乗客509人、乗員15人の合わせて524人が乗っております。もう一つニュースです。三航汽船の実質的なオーナーである河本国務大臣は今夜中曽根総理大臣に辞表を提出しました。河本国務大臣は今夜中曽根総理大臣に辞表を提出しました。この後9時から日航機墜落事故のニュースをお伝えします。岩尾さんの話によりますと、飛行機は異常に低く飛んで北愛木村方面に向かった後、ドンという音とキノコ雲が見えたということです。繰り返しますと、宇須田警察署に入った連絡で8時21分ごろパトカーからの情報で、北愛木村と群馬県との県境にあるブドウ峠から200メートルほど群馬県側に入った埼玉県群馬県の県境付近で黒煙を発見したとの連絡。また川上村消防団長の林岩尾さんの話によりますと、飛行機が異常に低く飛んで北愛木村方面に向かった後、ドンという音とキノコ雲が見えたということです。で、飛行機を目撃した川上村の林収入役の話によりますと、6時半過ぎにものすごい爆音に気づいて外に出ると大きな飛行機が山梨県側から低空で旋回しながら入ってきた。また同じ川上村の林さんという方は、農作業から引き上げる途中低空で右旋回する飛行機があった。しばらくして山陰に山の陰に隠れた後、入道雲に、オレンジ色の炎が映った、このように、話をしております。飛行機を目撃した川上村の収入役の林さんによりますと、6時半過ぎにものすごい爆音に気づいて外に出ると大きな飛行機が山梨県側から低空で旋回しながら入ってきた。それからわずかの間に右寄りに旋回しながら山梨県側の山の方に消えたと、こういう話をしております。現在入っている情報はこういったところでございます。はい、どうもありがとうございました。この時間は日本航空機の墜落事故のニュースをお伝えしておりますけれども、今夜午後9時2分から放送する予定でした映画東京裁判はこの後午後9時32分からお伝えします。放送いたします。それまではこの日本航空機墜落事故のニュースをお伝えいたします。それではここで羽田空港にあります日本航空のオペレーションセンターを呼んでみたいと思います。オペレーションセンターの千葉さん。はい、事故発生から2時間半経ったんですが、つい先ほど8時半過ぎからようやく記者会見が行われました。日本航空の渡来広報部長によりますと、事故の知らせが入ってからオペレーションセンター、このオペ線と言われているところなんですが、オペレーションセンター3階に対策本部が設けられたということです。だが話が重複するかもしれませんが、この JAL123便、6時に羽田を立って7時に大阪着の予定です。乗客数が大人が497人、それから12人の幼児合わせて509人、乗客数は509人、乗員数がパイロットが3人、機長が高浜雅美さん49歳、この方は総飛行時間が12,404時間という超ベテランの方だそうです。それから副操縦士のお名前ですが佐々木博さん、航空機関士の方が福田博さん、この3人です。それからスチュワーデスの方が12人、合わせまして乗員数が15人、合わせて524人の方が乗っています。この渡来広報部長によりますと、6時39分最高峰日航123便の最高峰の客室ドアが破損したという連絡があり、客室の気圧が下がっているため緊急降下をすると連絡があったということです。そして6時54分横田基地より受け入れ OK との連絡があったものの、 JAL123 便からの連絡が途絶えたということです。それから心配される乗客のお名前なんですが、
予約段階と実際に乗った方の名簿とのズレがあるために、この名簿が発表されるまでにはかなり時間がかかりそうです。それから飛行コースなんですが、こちらはまだ発表されておりません。現在までに入った情報はこういったところです。12名おります。誠意だけしか分かりませんので誠意だけ申し上げます。日本航空のオペレーションセンターから千葉記者に伝えてもらいました。今はこの飛行機の乗員の名前が出ております。それでは今度は運輸省に聞いてみたいと思います。運輸省に稲井記者が言っております。稲井さん、はい、そちらに何か新しい情報はありませんですか？取り立てた新しい情報はないんですけども、運輸省と しましてはですね、午後7時45分に松井事務次官を長とする対策本部を設置しました。メンバーは航空局長とか運輸省の幹部が全員なほとんど全員になっております。私どもにまず第一報が入ってきたのは午後7時10分頃でした。それからですね、しきりに確認に走り回ったんですけども、運輸省の方もかなり混乱している様子で、情報の集まる公務課とか運航課といったところでも係員が汗だくだくになって、必死に情報を集めておりました。あとは新しいところは、今までアナウンサーの方 がおっしゃったようなところなんですけど、はい、それではまた何か新しいニュースが入りましたらお願いします。つい先ほど長野県の南牧村の別荘地で、駐車場で車を洗っている時に爆発音を聞いたという松沢泉さんという方と電話がつながりましたので、その時の電話をちょっとお聞きください。ちょっとすいません、はい、まず最初にですね、はい、どういう状況で、いらっしゃった時に どちらの方向からどういう感じで音が聞こえてきたかということをちょっとお話しいただけますか？ちょうどジョギングに行ったんですけど、はい、私はちょうどその八ヶ岳連峰に対して平行にですね、はい、南の方に向かって、はい、自分家の別荘の前に駐車場を置いた車なんですけど、はい、それをちょっと修理してたんですね、はい、そしたらちょうど後ろの硫黄岳方面から、はい、すごい金属音がジェット機音なんですけど、キノコ雲、いや金属音です、はい、すごい音がして、はい、普段聞き慣れてる低空で飛んでるジェット機の音とすると違うもんで、ここら辺飛んでるんですけどね、普段それであまりすごい近くの本当もう上空で飛んでるような音なんで上見上げたんですけど、ちょうど曇ってて分かんなかったんですけど、ちょうど硫黄岳の方向から、はい、京里方面に向かって飛んでいった感じなんです。音はどんな感じだったですか？例えばですね、今古文人住んでて米軍やなんかの飛行機も聞いてるんですけど、着陸音聞いてるんですけど、そのね、倍近くの音は聞きましたね。はあ、パリパリ言ってるような、まるでパリパリ、パリパリいうような音ですか？はあ、それちょうど赤岳を避けるような感じ、本当もう赤岳にぶつかんじゃないかなっていう話を言ってたんですよ、ちょうど母親と一緒に。はあ、その音はどれぐらい続きましたか？1分もないです。はあ、その後はどういう感じになりました？音は、音はもうほとんどその京里方面に抜けてっちゃった感じなんですね。音は全然どこにじゃない、ここカセット急いで。ああ、そうですか。例えば空が真っ赤になったとかそういうことはありませんでしたか？それは全然見ておりません。見えませんでした、はい、あ、そうですか、はい、はい、ありがとうございました。お名前は失礼ですが、松沢と、松沢何さん、松沢事故の音を聞いたという松沢泉さんのお話でした。それでは報道局の奈良さん、はい、その後新しい何か情報は入っておりますか？航空自衛隊は日航機の墜落現場付近の捜索に当たるために今日の午後7時45分茨城県の百里基地から大型ヘリコプター1機を出動させましたが、この百里基地を飛び立った航空自衛隊の大型ヘリコプターは午後8時42分現場に到着しました。そして8時53分山の中腹あたりで幅150メートルから200メートルにわたって何か物が燃えているのを確認したという情報が航空自衛隊に入っております。茨城県の百里基地を飛び立った航空自衛隊の大型ヘリコプターは午後8時42分現場に到着しまして、53分山の中腹あたりで幅150メートルから200メートルにわたって何か物が燃えているのを確認したという情報が航空自衛隊に入っております。以上です。はい、返すよ。先ほど日本航空のオペレーションセンターから千葉記者もお伝えしましたけれども、実はこのお盆の帰省の真っ最中ですので乗客名簿の整理はなかなか大変なようです。今まで分かっているのでは、
この飛行機の乗員の名前は分かっております。お伝えしますと、機長は高浜正美機長、副操縦士が佐々木豊さん、機関士は福田博さん、チーフパーサーが旗野淳さん、その他ご覧の方々です。次はこれです。はいはいもう一人目撃者がいらっしゃいます。日本航空機が墜落する様子を目撃した長野県南佐久郡川上村消防団の団長の林岩尾さんは次のように話しておられます。お聞きください。後部信側から後部信だけ、はい、後部信だけからの方向から、はい、非常にまあ低空の大型飛行機が、はい、川上村の厚田山の上空、はい、厚田山というと川上村でも一番奥ですがね、はい、厚田山の上空を通過して、はい、私の感じでは川上村と南愛知の境ぐらいで右に旋回したんですね、はい、そして旋回して、そうほんの 1,2 秒で45度ぐらいの角度で落ちていきましたね。あ、そうですか。ええ、それで？それで、そう、2、3秒、2秒ぐらい経ったかな。群馬県側に積乱雲があったんですがね。はい。ここに真っ赤に爆発した感じで、真っ赤に映りましたね。あ、真っ赤にその燃えたということですか？そうそう、爆発したという感じでしたよ。あ、そうそう、音も大きくなったんですか？音は聞こえなかったですね。真っ赤に雲に映って、それから5秒か10秒したぐらいの時に、真っ黒の煙が、要するによくテレビやなんかで見ます、原始雲のようなね、キノコ雲の格好で引き上がってきましたよ。はあ。そういう状況です。あ、そうですか。ね、それではここで、今回の事故について、専門家の方にお話を伺いたいと思いますが、繰り返しますと、今日午後6時12分羽田を飛び立ちました日本航空のジャンボジェット機123便が、離陸後ドアが故障したという連絡をした後、6時半過ぎに長野県の北愛木村付近に墜落したということです。スタジオには運輸省の元事故調査官の平栗元樹さんに来ていただきました。平栗さん、どうもお忙しいところ恐縮です。大変な事故が起きてしまったんですけれども、落ちたとみられる地点ですね、私どもの常識では、まあ、東京から大阪に向かうのになんでその長野県で落ちたのかというのが非常に不思議なんですが、この点まずどういうふうにお考えになりますか？そうですね、はい、通常はこの方は飛ばないコースであります。で、通常ならば羽田から南へ行きまして、はい、三浦半島の南の方を通りまして西に向かって飛行するので、はい、全く通常飛行するコースとは異なっているということが言えるのではないかと思いますが、はい、そうしますと、その平栗さんでもですね、なぜそのあちらへ向かったかというのはちょっと推測もつかないですか？そうですね、今の段階では軽々な推測はできませんけども、まあ注目すべき点は、一つは飛行機が引き返すと言っていること、はい、はいはい、それからもう一つは後部ドア故障だと言っていることが、はい、がポイントであると思われます、はい、で飛行機の故障で続いて緊急降下をすると言っているというらしいですが、はい、これは重大なトラブルがあったということは間違いないのではないでしょうか、はいはい、まあ、飛行機はいずれにしても1万5000フィート5000メートルに達しているということから見ますと、すでに上昇し終わったと見てよいと思います。はあはあ、そうしますと、その段階でそのドアが故障したということを発見してというか気がついて、そして戻るという連絡をしたと。で、ドア、まあ、また素人考えではですね、ドアが故障したぐらいでそんな大変なことになるのかという感じもしますけれども、それはどういうことが起こるんですか？そうでございますね、まあ、ドアが故障するっていうのは一般的には、まあ、そうありえないんですけども、まあ、考えればドアロックが十分でなかったとか、はいはい、あるいは激しい乱気流でさらに揉まれたかと、はあはあ、まあ、そういうことによってその急減圧が起こるということもあるんですが、はあはあ、
しかし今回の事故の場合はなぜコースを外れて今言いましたような柵の方に行ってしまったのかということ、はい、なんか一度戻るということを言っておりますたようですから、ね、こう戻る途中でなんか操縦不能に陥ったとかそういうことは操縦不能ということはまず考えられないんじゃないかと思うんですが、はい、して当時はまだ時間的に見ましても上空の方はまだ明るかったと思いますので、はい場合によっては地上の景色なども見えたんじゃないかと思いますけど なぜあの方まで行ったかということは非常に、はい、外れた後もまだ前戻らなかったのかということが非常に大きな問題じゃないかと思います。あ、そうですね。ちょっとここで再び報道によります奈良さんにその後の情報を伝えてもらいたいと思います。奈良さん。はい、それでは繰り返してお伝えしますが、日航から運輸省に今夜入った連絡ではまず午後6時31分日航123便から大島の西30マイル付近で緊急信号が送られているのを東京管制部で受信しました。そして6時41分この123便から日航のディスパッチャーに機体の右側後部のナンバー5ナンバー5のドアが破損したために緊急発進を発しながら降下中という連絡が入っております。ところが6時59分になって123便の機体が横田基地から303度34マイル付近の地点で羽田のレーダーから消えました。また同じアメリカ軍の横田基地のレーダーからも機体が消えました。そして7時17分に東京管制部から123便がレーダーで消えた地点で墜落炎上しているという連絡が入ったわけです。で一方7時13分海上保安庁がアメリカ軍の横田基地に確認したところ、アメリカ軍の C-130 が長野県の北相木村付近で炎上中という情報が得られました。このため123便は飛行中にドアが何らかの原因で破損して緊急着陸の事態が生じ墜落炎上したものとみられます。そしてこの123便ですが、夕方6時に羽田を発って7時に大阪に到着する予定の日航123便ボーイング747型 SR 機で乗客が幼児を含めて509名、乗員は高浜正美機長以下15名、乗員乗客合わせて524名が乗っておりました。そしてこの123便今日の夕方定刻より12分遅れで羽田を飛び立っているわけです。そして、事故の知らせを受けた自衛隊はこの墜落現場付近の捜索に当たるために午後7時45分茨城県の百里基地から大型ヘリコプター1機を出動させております。でこの茨城県の百里基地を飛び立った航空自衛隊の大型ヘリコプターは午後8時42分現場に到着し、53分山の中腹あたりで幅150メートルから200メートルにわたって何か物が燃えているのを確認したという情報が航空自衛隊に入っております。この時間このまでは以上です。はい、どうも。まだ事故の原因その他さっぱり分かりませんけれども、このところお天気がだいぶ荒れ模様ですので気象キャスターの浅野薫さんに来ていただきました。ちょっと今日夕方のお天気の具合を聞いてみたいと思うんですが、浅野さん、ね、まあドアの故障とかまだ分かりませんけれども、ね、お天気の方はどうだったんでしょう今日夕方6時7時。まずその前にですね、この飛行機事故にその気象が直接関係するかどうかってことはこれは分かりませんけれども、まず今日の一般的な気象状態ですね、はい、それまず天気図の方でちょっとご説明いたしますと、もうレーダーが出てしまう、天気図の方ですね、ご説明いたしますと、このですね、台風9号の東側の方ですね、はい、この高気圧のへりから非常に湿った気流がですね日本列島に吹っ込んでおりまして、はい、それでまあここ2日ばかし不安定なんですが、特に今日は午後この関東でも内陸を中心にね、雷雲が発生いたしましてですね、まあその辺はひまわりでちょっとご覧いただきたいんですが、ひまわりですとよくわかるんですが、今あそこに関東の山梨それから埼玉県境あたりにこう固まったひまわり雲がありますね、雷雲がありますね、はい、
あの辺で18時までの1時間に58ミリという猛烈な雨を降りましたから、あの辺では確かに強い雷が起こっているんですが、伊豆半島方面はですね、その三重県方面に南から上がってくる随分不安定な雷、あの積乱雲があるんですけれども、伊豆半島方面はそれほど大したことはこの時間ではないんですね。ですから、まあしかしあのずっとこのところ不安定で、気流はやはりあの、まあ、想像するところは多少不安、あのなんて言いますか、乱れがあったと思われますけれどもね。それではここでもう一度羽田空港にあります日本航空のオペレーションセンターの千葉記者に伝えてもらいます。千葉さん。はい、先ほどの会見から正式な会見は行われておりませんけれども、現在、記者の質問に随時答える形で行われております。新しいところでは乗客名簿は2時間以内に発表されるであろうということです。それから家族の方々がすでに羽田東急ホテルに集まり始めているという情報も入っております。それから事故がありましたこの飛行機ですが、フライトの直前に366便として、福岡から羽田に来たもので、17時17分、午後5時17分に羽田に着きまして、簡単な整備をした後、6時過ぎに、再び出発したということです。それから乗客数ですが、先ほど申し上げましたように、大人が497人、12人の幼児、合わせて509人、乗員数がパイロット3人、スチュワーデスら12人、合わせて15人、合わせて524人で、満席の状態が528人ということですので、ほぼ満席の状態となっております。それからパイロットは高浜正美機長、49歳で、総飛行時間は12404時間というベテランです。それから副操縦士の方のお名前ですが、佐々木博さん、それから航空機関士の方が佐々木豊さん、それから航空機関士の方が福田博さんです。はい、どうもありがとうございました。はい、それではもう一度長野の信越放送に聞いてみたいと思います。信越放送の斉藤さん。目撃者のですね、はいはい、新しい情報が入りました。はい、飛行機を目撃した川上村の林収入役によりますと、午後6時半過ぎに大きな爆音で家の外に出てみると、山梨県の方面からものすごく大きな飛行機が右に旋回しながら現れたと、次のように話をしております。6時半ぐらいご覧になったわけですね。そうですね、6時半過ぎましたね。はい、6時40分ごろだと思いますね。はははは。墜落はですね、はい、山梨から入ってきて長野県あれ一部なんですがね、はい、それからあの三国峠っていう峠がありまして、はい、それをその起点にあの右旋回するように消えていったという、消えていきましたから、はい、おそらく埼玉県、墜落していれば埼玉県だと思いますね。高度はいかがでしょうか。高度はね、まあおそらくうちの方の部落がね、はい、標高1300メートルありますから、はい、高い山で2500メートルぐらいですからね、はい、おそらく2500から3000メートル、2500メートルぐらいじゃなかったですかね。はあはあ、高度はね。飛行機がですね、はい、現れたわけなんですが、そのご覧になってですね、なんか異常な感じって言いますかね、おかしいなと思った点ございませんでしたか。なんですか。そういうね、はい、あれはちょっと見えなかったですがね。それではここでもう一度報道にあります奈良さんにその後の情報を伝えてもらいます。奈良さん。はい、茨城県の百里基地を飛び立った自衛隊の大型ヘリコプターが8時53分山の中腹あたりで幅150メートルから200メートルにわたって何か物が燃えているのを確認したという情報を先ほどお伝えしたんですが、同じ百里基地から飛び立った小型ジェット機から航空自衛隊に入った連絡では、午後9時4分山の中腹ではなお炎が見える、現場の標高はおよそ5000フィートだということで、メートルに直しますとこれ標高1500メートルということになります。午後9時4分山の中腹ではなお炎が見える、現場の標高はおよそ5000フィートだという情報が航空自衛隊に入っております。はい、どうも。今日はこの飛行機事故のほかにもう一つ新しい大きなニュースがございます。それは明日会社構成法の適用を裁判所に提出して事実上倒産する三幸汽船の事実上のオーナー河本国務大臣が今日中曽根総理大臣に辞表を提出いたしました。このニュースも報道局から伝えてもらいます。は
はい、辞表提出は今夜8時前のことでした。中曽根総理大臣は強く慰留したということなんですが、河本氏の辞意は極めて固いようです。で、河本氏の辞意は総額1兆円にも上るとも言われる史上最高の負債を抱えて倒産する三幸汽船の事実上のオーナーとして倒産の責任を取るというものです。三幸汽船の倒産に加えて河本氏が辞任するということは、河本氏自身の政治的立場を弱めることになるのは必至で、また河本派の領袖として派閥の維持の問題にも影響しそうです。でも場合によっては派閥の再編成の引き金になる要素もはらんでいるということです。河本さんの辞表提出は今夜8時前のことでした。中曽根総理大臣は強く慰留したということですが、河本氏の辞意は極めて固いようです。で、河本氏の辞意は総額1兆円にも上るとも言われる史上最高の負債を抱えて倒産する三幸汽船の事実上のオーナーとして倒産の責任を取るというものです。三幸汽船の倒産に加えて河本氏が辞任することは、河本氏自身の政治的立場を弱めることになるのは必至で、また河本派の領袖として派閥の維持の問題にも影響しそうです。場合によっては派閥の再編成の引き金になる要素もはらんでいると言えます。以上です。今日はフラッシュニュースの時間を拡大いたしまして、今日午後6時過ぎに羽田を立って大阪へ向かいました日本航空の123便ジャンボジェット機524人が全部で乗り込んでおりましたけれども、その飛行機が長野県の北愛木村に墜落炎上したというニュースを中心に今までお伝えいたしました。映画東京裁判はこの後午後9時32分からお伝え放送いたします。それではとりあえずこのニュースはここで失礼しています。